桃キュンソードは、キビ団子プロジェクトが制作するデジタルライトノベルを中心としたコンテンツ。ウェブサイトで声優が一人から数人でライトノベルの朗読を行う。桃太郎は女の子だったという設定で2009年に発売された株式会社西陣のパチンコ機 CR 桃キュンケン。その後、スタッフの有志が集まり、奇想天外の 冒険おとぎファンタジーとして新たなストーリー、世界観を設定。デジタルライトノベルを中心としたコンテンツ化を計画して、キビ団子プロジェクトを立ち上げ、モモキュンソードシリーズが誕生した。脚本には、前山信より、作画協力に CG 制作で評価を受けている株式、会社トライスラッシュ、音楽制作は株式会社トライアンフ、これに、 キャスティング協力として株式会社青にプロダクションが加わり、豪華声優陣による、第1期、桃キュンソード星と黄金の太ちを2012年8月31日に公開。第2期、桃キュンソード雪と白銀の少女は2013年7月12日に公開。2014年7月より9月までテレビアニメが放送された。またこれに合わせ、 西人からパチンコ機、CR 桃モモキュンソード星と黄金の太ちもリリースされる。2016年4月にはパチンコの第3弾 CR 桃モモキュンソード3が登場している。桃子と三上天領隊展開に所属している4人組。上層部王族4強者機王の直属の配下で4人の幹部から構成されている。毎週金曜に全編。 月曜日に後編を更新。人気声優が朗読を担当する。数話ごとに担当声優が変わり、また朗読する人数は一人の場合もあれば数人で行うこともある。それぞれの声優が登場するキャラクターごとに声を変え演じる。また、第2期からは月替わりで人気イラストレーターが口絵や差し絵を担当。ラノベの世界を大きく広げる役割を果たしている。 2014年7月より9月まで放送された。アニメ公式サイトのあらすじにあるように、日本各地を舞台とした冒険おとぎファンタジーであり、三千日実の桃のかけらをめぐって、桃子たち展開が後鬼族、人間界による争奪戦が描かれる。奇想天外な世界観ゆえの外来語を用いた、自由奔放なセリフ回しや、女性キャラクターのテレビ本放送時における、 露出の自主規制をネタとしたメタフィクション要素を含むセリフ回しが参見されるほか、第2話以降はその話の舞台地におけるゆるキャラが仮面を出演しており、エンディングにもゆるキャラ特別協力としてクレジットされている。ウェブノベル版に声を当てたことのある声優が大部分を占める。は、ウェブノベル版に声を当てたことがない声優。ありがとうございます。